こんにちは。こんにちはじゃないですね。こんばんはですね。こんばんは。沖縄カエル商会の小原です。今ね、今日は久しぶりにね、夜のヤンバルに来てます。まあね、ずっとね、YouTube で紹介している通り、最近ね、川がね、ずっと多かったんですけれども、今日は本当に久しぶりに、どのぐらいぶりかな、本当4、5ヶ月ぶりぐらいかな、に夜の森に来てます。ということでね、まあちょっとね、まだ夏のカエルの時期も終わって、冬のカエルもまだ繁殖期ではないので、そんなに期待はできないんですけれども、久々に夜の森に入ってみようかと思ってます。ということで、行ってみましょう。今渓流沿いで見つかったこのカニが沖縄南サワガニというサワガニの一種です。沖縄南サワガニは沖縄本島の固有種で、主に中部より北の方に生息しています。山地のね、渓流沿いに生息しています。まあ、ヤンバルの渓流沿いで一番サワガニの仲間ではよく見かけるやつですね。甲羅の幅が、4センチ程度あって、サワガニの仲間としては、沖縄大サワガニほどではないですけれども、結構、大型のサワガニになります。
はい、お疲れ様でした。昨夜から何か所かこう山原を回ってきて、途中で車で寝て、今少しまたポイント見てきたんですけれど、残念なことにね、ちょっと植物がいくつかなくなってますね。これね、よくある盗掘かっていう話ではなくて、イノシシがですね、こう林床をすごくほじくり返すもんですから、ちょっとね、なくなってほしくない植物がちょっといくつか消えてますね。このヤンバルにおけるね、貴重な植物のこの生育にイノシシが一番今ちょっとインパクトを与えてるんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。天気良かったのにちょっと雨降ってきましたね。ということで今日はこれで切り上げたいと思います。ちなみにこの T シャツはコロナで中止になった、中止って延期か、来年に延期になるのかな。はい、氷島ハーフマラソンの T シャツです。来年はマラソン大会開かれるようになるといいなという、自然とは何の関係もない話をして今日は終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。